10回やったんだけど覚えられないんだけどみたいな。僕がやってたのは、なんか、復習タイミングを自分の意思で決めない。ただなんか、最悪これで覚えられるって安心感があるので、日頃はそんなに丁寧にやるスピード感を持ってきて、それでできないやつは裏技がある。英尺高先生と確認したい英単語攻略。ということで、今回お客さんをお招きしています。こんにちは。こんにちは。高専テクノゼミの藤本です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今回ね、英語が苦手な高先生多いということで、お問い合わせいただいております。英単語についてお話ししていくんですよね。そうですね。僕たちも英語かなり高専在学中から頑張ったと思うので、英語の勉強に関してはアドバイスできることがあるかなと思います。はい、それではやっていきましょう。はい、まあまず普通ね、英単語これペラペラめくっていくのが基本ベースになっていくと、僕たちも含めてこうやっていくと大体済むんですよね。楽しくないし、なんか全然頭の中残らないんですけどって感じで、で僕個人的に助かったなってこととか、まあお仕事する中で気づいたことがあるんで一個ずつ紹介して、で藤本くんにコメントいただこうかなと思ってます。それでは早速参りましょう。まず一つ目、重要なこと、忘却思い出すの反復すればするほど定着率高くなるよってことで、なんかいろんな動画あさると、なんか思い出すってことは自分の脳内にある情報を組み合わせて記憶を再形成している状態らしいんですよね。でそのスピードとか正確さっていうのは、必要な時間かかる時間っていうのはどれだけそれをね繰り返したかとか、もしくはなんかその最初覚えるときに強烈な印象とか論理性があったりストーリーがあったり語呂合わせがあると、すごい正確さとか思い出すスピードが上がるらしいんですよね。だから二者択一で反復するか強烈な覚え方をするかのどっちからしいんですけど、これすごい大事だなって思ったんですね。うん、なんか藤本くん的に個人的にこれ重要度で言うと10点満点にしようか、どれくらいですかね個人的に。うん、もうこれはもう10点だと思います。あ、そうっすね、英語ひたすら反復だと思います。はい、ありがとうございます。僕もねもうカンストレベルしてると思ってて、うん、これ両方いりますよね。なんか反復するっていう長期的な目線も必要だし、あ、なるべく少ない回数にするためになんか工夫できないかなっていう、うんうんうん、あ、そうですね、僕がこれで意識してやっていたのは、とりあえず1単語1秒ぐらいでバババってやっていくんですけど、覚えたやつはチェックつけていくんですね。そうすると5週とかしても覚えれない特殊な単語がたまに現れるじゃないですか。でそうすると別途なんか特殊な衝撃的な印象を作って、でそれで無理やり覚える。いや素晴らしい、いい感じに繋げてくれました。はい、で今回その強烈なやり方っていうのを 2番目以降みたいな感じでちょっとやっていこうかなと。はい、ありがとうございます。ちゅうことはまずざーっとやって、あ、なんか特に工夫しなくても覚えれるやつはそれで OK で、やべえってやつはちょっと別途いろいろ工夫していくという感じですね。ちょっと次からじゃあどんな工夫があるのかっていうの次行きましょう。二つ目、まあ、類義語、対義語、派生語。これ結構大事かなって思ってて、例えば似たような言葉セット、反対言葉セット。で、あと、設備上覚えることで品詞を認識できて予想できる。で、接頭辞を覚えることで大体の意味が予測できる。これ、重要度、10点満点でいくとどうですかね。これもほとんど関数してるじゃないですか。そうですね。これも常に意識してやってました。はい、僕もこれ関数としてて、なんか、エラー吐き出してる感じですね。もう、もう、キュ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 って。もう、キュ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 。じゃ、例えば、設備時を頑張るとどんないいことがありますか、はい、ちょっと詳しく教えてほしいですね。あ、そうですね。設備時も、まあ、まず品詞が分かりやすくなるっていうのが一番のメリットだと思うんですけど、加えて設備字を変えることで一つの単語から複数の単語につなげて覚えることができるっていうのがメリットだと思います。あともう一つは接頭辞設備字みたいなものってなんか単語のパーツがあるじゃないですか。でそうするとパーツの綴りを正確に覚えておけば、パーツの組み合わせの単語って正確に綴りをいちいち覚えなくても大体正しい綴りがパッと音で覚えられる。ありがとうございます。芋づる式ってやつですよね。はい、うん、はい、そうですね。だとなんか予測しやすくなるっていうのがあって、なんか知ってる英単語に対して水増しできるっていうイメージ。なんか初めて見るけど大体こんな意味かなみたいな、うん、いやコメントありがとうございます。よくわかりました。はい、それでは次参りましょう。え、3つ目ですね。まあ例文とかイメージとかには、やっぱりさっき藤本くんが言ってくれた通り、まあ、繰り返しても10回やったんだけど覚えられないんだけどみたいな自分を疑いたくなる状況ってあるんですけど、まあそれは自分が悪くないってことで、工夫次第ってことで、例えば僕在学生の時ね、これ20回繰り返しても覚えれなかったんですね。うん、サイモチェーニア3、うん、あれちょっと俺頭打ったかなと思ったんですけど、やっぱ工夫が足りなかった。うん、例えばこれ今授業で教えるとしたら、まあ、こんな感じかな。うん、He was hired to be なんたら、まあ、これね、そう、大谷翔平と、P さんね、あ、これね、あ、同時通訳者、同時って意味なんだ。ね、お、サイモチェーニアス。お、これ頭入りますよね。入りますね。ねえ、これもスルスル入っちゃいました。じゃあこれ藤本くん的になんかわけわからん単語があったら、なんかちょっと極端な例とか例文とかイメージニュアンスをチェックするっていうのは、これどうですかね、採点したら。これはなので、できるだけないようにしつつこれがあったら発動するみたいな裏技的に使っていたので、なんか8点か9点ぐらいだった。ああ、いや同感ですね。はい、そうですね。これ全部やってたら時間足りないんで、そう、うん、癖物に対して使っていくと。そうですね。ただなんか最悪これで覚えられるって安心感があるので、日頃はそんなに丁寧にやるスピード感を持ってきて、それでできないやつは裏技があるぞっていうのは自信がつく。ありがとうございます。まあ、これワイルドカード的な感じですね。はい。じゃあ次で、このニュアンスですよね。例えばさっきお話しした類義語に関してなんですけど、まあ、類義語は類義語でも、これ全部同じ、完全に同じ意味ってわけじゃないじゃないですか。簡単な例で言うと、見る見る見る、see, look, watch。でもちょっとニュアンスが違うよ。まあ、これに関しては、どういうイメージ持ってます？この勉強法に関しては。これに関しては、なんか単語を解像度上げないといけないっていうところは、ちょっと難しい話にはなるかなと思うんですけど、逆に言うとここが面白いところかなと思っていて、look と watch も日本人からしたら見るなのに、彼らは look と watch を分けてるってことは、もしかしたら文化的な違いがあるかもしれないっていうところを想像すると、なんかちょっと楽し
しれないかもしれない。ああ、すごいいいコメントですね。そうですよね。これもやりすぎちゃうと、時間食っちゃう効率良くないので、まあこれも7、8点ぐらいですかね。うんうん、そうですね。それくらいだと思います。で、やっぱり内容を理解したり、内容を細かく和訳しないといけないみたいな試験である場合は、結構必要な場合があると思うんですけど、もうさっと内容を読み取って解釈するっていう、まあ TOEIC対策とかではやりすぎ注意って感じですかね。うんうんうん、そうですね。ありがとうございます。それではもう一つポイントを見ていきましょう。多くの単語を小刻みにたくさん回数こなして復習する方が効率的だよという話。先ほどお話しした通り、まあ、やっぱり膨大な脳の情報の中からピックアップしてっていうことを繰り返せば効率的という話をしたんですけど、まあ、イメージとしては1日めっちゃ初見なことを勉強するで1日少しだけやる、同じ内容でも結局初見の内容であれば、まあ、一般的には結局数日後忘れてると、最初触った時のそのね時間とか質に関わらず、じゃあやっぱり広い範囲をサクッと2、30分で小刻みにで1日後3日後5日後スケジューリングしてやった方が、まあ、やっぱり1日90分やるより3回に分けて30分ずつやった方が楽なんじゃねっていう考え方、これはどうですか、点数つけたら。これも大事ですね。これはそもそもどう取り組むか話なので10点だと思います。ああそうっすよね、はい、これねやっちゃいがちなのが、そう1日めっちゃ一年発起して張り切って、はい、よっしゃ英語今日から頑張るぞってなんか筋フレをね200語ぐらい2時間かけてそっから開かないみたいなそうですね。僕がやってたのはなんか復習タイミングを自分の意思で決めない、なんかもう機械的に1、3、5、1週間、2週間っていうのを iPhone とかのカレンダーアプリとかでなんかもうあらかじめ入力しておいてっていうのをやってました。そうなんです。それもすごく近いことしました。僕は筋フレをアプリで買ってたんですよ。音声付き の, 英語の参考紹介のアプリがあったので、それだと間違えると赤くしてくれるんですね。なんでなんかスマホ開いちゃった場合は必ず筋フレをババババってやった後に閉じるみたいなことにしてたので、ランダムにテストされると自分の中でなんかこの日やるぞってやっちゃうよりは習慣化する方が多いかなって感じ。いやー頭いいよなやっぱなんか仕組み化するのが上手な人多いですよね、はい、なんかスマートな人って。あそれ、ね、スマホね、はいね、毎日たくさん開くもんね。はい、うん、はい。なるほど、ね。その開いちゃったら、筋フレ10問解かないといけないって、筋フレ10問解いたら、閉じるみたいな。ああ、面白い。はい、ありがとうございます。はい。はい、ちゅうことで、まあ、その他とか補足があればちょっとお伺いしたいんですけど、なんか今話したこと以外で、あ、こういうことやってたなっていう思い出話だったら伺いたいですね。そうですね。僕が高専生の頃に英単語を覚えるのにハマったきっかけがあってですね、本の紹介になるんですけど、英単語の語源図鑑っていう本があるんですよ。それが、なんか、接頭尾接尾辞みたいな感じで、いろんな接頭尾接尾辞以外でも単語を構成するあるあるの単語のなんかパーツみたいなのをいっぱい紹介してくれて、その語源とか、こういう経緯でこういう意味に発生するんだよのを書いてくれてて、それがめちゃくちゃ面白かったので、おすすめの本です。ありがとうございます。はい、まあ、先ほどね、はい、スライド途中で紹介した接尾辞接頭辞の話の深掘りの書籍みたいな感じですかね。そうですね。あれを読むとかなり英単語のなんかストーリーが分かって覚えるの楽しくなりました。ありがとうございます。僕もこれドハマりしてね、はい、多分今塾に何冊かあるぐらい僕も共感できるなんか何冊かね、なんかリンク貼っておきますので皆さんチェックお願いします。はい、ということでこれぐらい知っとけばまあ悪いことは起きないってことで本日 こんな感じで大丈夫ですかね。大丈夫だと思います。ということで今回のね、はい、動画英単語について、まあ、これさえ知っとけば大丈夫だよって感じで、今後もねリスニングとか長文とか、なんか必要なこと英語に関することを取っていくということで、今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで今回の動画終わっていきたいと思います。あなたの選択肢に、はい、高専を。もし今年度高専受験予定の方、ご家庭、ご本人が動画をご覧の場合は、高専受験生向けの教材、動画、これからたくさんアップロード予定です。ぜひ引き続きこちらのチャンネルの動画をお楽しみください。毎年このチャンネルや動画をしっかり見て高専受験を有利に進めている方がたくさんいらっしゃいますので、ぜひとも引き続き一緒に頑張っていきましょう。在校生向けの教材も絶賛販売中です。かなり人気商品ですね。もう定期試験や大学受験を有利に進める人は使っています。大日本図書の教科書ガイド、解説書なんですよね。略解しかなくて勉強しにくい、途中式をふんだんにめちゃくちゃ詳しく書いている PDF 教材になっています。ぜひともお買い求めください。短期受講生募集中です。4月、5月、6月ぐらい、定期試験対策だけ少し受けてみたいですという方募集中です。概要欄、コメント欄から体験授業のお申し込みをお待ちしております。大学編入への過去問配布中です。こちらのアンケートをお答えいただいたら、大学編入、こちらでストックしている過去問プレゼントいたします。ぜひともアンケートをお答えください。新1年生向けの予習講座のご案内です。前期中間試験が5月の末、6月頃にあると思います。そちらの対策のめちゃくちゃお得な講座になっていると思います。もしね、高専新1年生授業を受けてみて、ちょっとね、学校の授業ちょっときついかなって思ったら、こちらのね、講座受講してみてください。もうかなり強力なサポートになっています。100万円分ぐらいの授業がね、1万円分で販売してますから、こちらぜひともご利用ください。2年生向けの数学講座も開講中です。春季講座ですね。大日本図書の線形代数微分積分1を想像していただけるとわかりやすいと思います。こちらの教科書、丸々一つ分、丸々一冊分、それぞれ解説、授業をしています。予備校レベルの分かりやすい授業になっております。実際にこれを使われた方がね、大学編入を有利に進められたりとか、定期試験で80点、90点取れるようになりましたというお声たくさんいただいています。ぜひともこちら、ご利用ください。高専生向けの授業資料も配布しています。こちらもアンケートをお答えいただいたらですね、アクセス URL をお送りしていますので、ぜひともご利用ください。